イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ。おやすみ前に聞いてね。さあ始まりました、イエスハッピーの寝るときに聞くラジオ。イエスハッピーのさやかです。心です。よろしくお願いします。12月21日、はい、火曜日、90回目でございます。はい、90回目。なんと先週、忙しすぎてお休みしてしまいましたが頑張って100回目指してはいやっていきたいと思います。はい、続きましょう。インチキするかもしれない、うん、1週間にペペンって2回頑張ったことにして一週休んだっけ、まあ、配信とかやってたし、ね、ちょっと曜日が変わっただけ、ちょっと曜日が変わっただけ、あのちょっと押し出し式で今週に行ったけど今週はからもう1回上がるか来週2個上がるかもしれないので聞いてください。毎週、はい、お願いします。さあ、10周年記念ワンマンライブ、はい、そしてツアーが終了いたしました。ファイナル、ビッグキャット。楽しかった。楽しかったね。まだ終わってから2日しか経ってないけど、どっち、昨日のことのよ、それともかなり昔のことのよ。おい、昨日のことのようかな。本当私かなりの過去のことなんだけど。そう、もう濃すぎてだいぶ経った、うん、だって私昨日もストーリーに写真あげてさ、うん、私まだビッグキャットのこと言っとるわって自分に思って、楽しすぎて2日しか経ってない。私知ってば楽しすぎてまだビッグキャットのこと言ってんじゃんと思ったけど、まだ2日しか経ってない。なんなら、え、あ、そうか、2日か。2日、今日3日経ったけど、うん、楽しかった。マジで終わってほしくなかった、うん、ねえ、なんかちょっと慣れたよね。慣れた。思った。私もさ、あのビッグキャット本当は MC でも言ったんですけど、うん、去年でっけーと思ってめちゃくちゃビビったんですよ、リハの時に、うん、ちょっと震えた、うん、ね、緊張したよな。緊張すると思ったんですけど、うん、今年は、あ、花火中嬉しいみたいな。そう思ったよりめっちゃお客さんとの距離も近いし、後ろの人ともこんな近いんだ、うん、っていう余裕が、うん、あったねえ。思った。なんか花道もある程度はさ、どこでこう出てとか決めてたけどさ、うん、なんかこう左右分かれてさ、うん、手振ったりとかしててさ、うん、なんかそのもうその場の空気でさ入れ替わったりとかできたじゃん。できた余裕あったよね。私たちのものになっとった花道も。もうちょっと余裕あるじゃん、ね、と思って嬉しかった。前のモニターがキーンって言ってた。そうだけどね、びっくりした顔しちゃったけどね。いやでも、うん、あの本当に楽しかったもん。ただただなんか1年目は、うん、成功さすのに必死というか、うんうん、私バンドにも気合が入りすぎててめっちゃ緊張してたんですよ、去年のビッグキャット。緊張したよやっぱ。今年はもう手放しで楽しかった、うん、ねえ、なんかもう安心してできたっていうか、ね、うん、なんかバンドの皆さんにもお任せして、うん、歌うみたいな。そう、もう、うん、安心感があって、うん、今までは私は、あ、次はこの曲でこんな感じでいって、うん、みたいな、うん、自分のテンションもこう自分で操ろうとしてたんですけど、ね、段取りがしちゃう、ね、段取りがしちゃってたんですけど、今年はもう勝手についてきてくれるわと思って、うんうん、結構その曲をピタッて止めたりとか、うん、曲間でなんか喋ってそれきっかけで曲が始まったりとかあったけど、うん、委ねれた、うんうんうん、もうお兄様たちがそうですよ、素晴らしいようにしてくれると思ってすごいリラックスしてのびのびとできた、ね、できたよね、うん、いやだからなんか逆に私はワンダーで一番緊張した。ワンダー緊張した。もうなんかそこだけ後で映像見たらちょっと目泳いでたもん。私的にはあんなシリアスな歌詞をシリアスな顔で歌うことないから、そう難かったね、表情の使い方が。ねえ、どんな顔していいか分からんかったよね。ねえ、で今回その10周年12月にステージデビュー10周年を迎えるということで、うん、まあ、今回ツアーをね、うんうん、後付けのツアーだったんですけど、うんうん、その心さんの誕生日に決めたのか、あのツアーしようって。あ、そうだったね、多分大阪ミューズで。そうだわ、うん、でツアーすることになって、そっからマネージャーさんが一生懸命会場探してくれて空いててよかったね。よかった。8月9月10月11月で詰め込んでツアーしたんですけど、うん、まあ、無事終わってよかったねえ。なんかどこでもみんなあの元気にね、体調も崩さずねえ、ね、今回マジでなんか体調あるとかならんもんね、うんうん、誰もならんかったね。怪我とかなかったもん、ね、なかったね。怪我はしたことないけど、どっかでさ大事なライブのさ日とかにさ、うん、どっちか声でそうなのよ、ありがちだから、ありがち、うん、よかった。あの体を酷使しすぎてだったんですけど、もう今年はもう本当に無事、うん、ね、安心してファイナル迎えられて、ね、どうだった？何？自分的に名シーン、うん、名シーン、どっちのツアー？どっちでもいい。あ、ツアーもいいね。ツアー、まあ、いやでもまずそのラブリーズちゃんとのツーマンで始めれたのも、そう、すっごい嬉しくって、うん、でもいろんなとこ行けたし、なんか後付けだけど福岡とか寄れたりとかもしたじゃん。確かに番外編あった。うん、なんかそういうのも嬉しくって。名場面か。私は、うん、コンソメとのライブで、うんうん、スケバンのファンいたとこ。
私らの信者だ。初めてなんか今回さ、そのスケバンの衣装を着るって言った私たち。え、懐かしい、あの衣装を着るって言って、名古屋公演でマドンナソング歌うから、でもなんか写真あげたんかな、あ、久々にスケバン衣装着たんですよね、うんうんうん、で当日パッてステージ緊張しながらよ、うん、出たらスケバンの格好したカツラのおじさんいて、さやかコスしてたんだよね。え、何それ私のつもりみたいな、オレンジの髪やったから、そうそう、私やん、うなずいとったな。で泣くたびにその人のことじっと見て、うん、涙引っ込めてもう一回あの気を取り直してやってたんですけど、うん、人がいたりとか、うん、あのツアーファイナルで言うとそのバックダンサーも今年もいて、いやそうね、私はすごいキンキキッズとかパフィーさんに憧れがあって、うん、ジャニーズジュニアみたいな子たちを引き連れて歩きたいっていう去年の夢があって、うん、去年の夢叶ったんで、うん、次また研修生も増えて10人、うん、まあミキちゃんが休めたら9人のバックダンサーがいて、うん、さらにうちわ持ってる人がたくさんおって、あれ嬉しかった、ね、すごいアイドルみたいじゃなかった、私たち今回アイドルでしたよ、ちゃんと衣装もねちょっとラブリーな感じで、そうちゃんとしたなんかアイドルっぽい衣装だったじゃん。そうそう、珍しかったよね、うんうん、T シャツじゃなかったよただの、うん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 、私もでもツアーファイナルで言ったら新曲を初披露で、うん、緊張したノーミスでもうミスする前提やん、そうそう、私ってミスするから、そう、私ってミスするからそんな新曲をあんな大きいところで絶対にどこが間違うと思ってやってたけど歌えたし、うん、なんか、うん、よかったなと思いましたね、うん、みんながその初めて聞くみたいなね。今回私口を滑らさずに、うん、新曲あるの黙っていられたじゃん、もうめっちゃ急ピッチで書いてくれたからってのがあるよ、ね、よくわかったね、間に合わんかったらやめたぞ、もしもぶっちゃけね、ぶっちゃけあのフジムがいや頑張ろうって言ってくれて、そうそうそう、そのなんか新曲かなんかしたいなって、うん、1ヶ月前ぐらいに、うん、まあ、ダメ元で、うん、ポロッとこぼしたのを、うん、フジム熱い男だから見えて、うん、山ちゃん間に合わそうって熱くなってくれ、ラストサマーだってできたと、ラストサマー俺は1週間で仕上げたっていうあれはもう本当私たちが申し訳ない、申し訳なかったね、気に入ったアルバムに無理やり入れたから、うん、仕上げを1週間でしてもらったんですけど、うん、1週間でできたんやから1ヶ月だったら、うん、俺たちならできるってフジムが熱かったね、言ってくれて、言ったものの、うん、マジで出来上がってきた時に結構そのグッズの準備とか全部自分らでやってたから、うんうん、やばかったね、できると思って一時期私はもう本当にあの歌詞考えすぎて眠れみたいな、いや本当に本当にあって、うん、でもこれを新曲あるって言った方がファンの人は楽しみだし来てくれるんかなとも悩んだんですけど、うん、でもそれあのやっぱさらっとやったらかっこいいなっていうの8割、うん、いい、うん、間に合わんかもしれん2割1週間前ぐらいにレコーディングしたんですよ、間に合わすために、うんうんうん、ギリギリ本当によかったですね、できてね、できてよかったです、あ、地元っていうかガモーにも行けたしね、そう、あの、うん、2人で10年前に住んでたガモー4丁目に聖地巡礼行ったんですよ、うん、一緒にさきちゃんと撮影しに、そう行ってかけたけど、それまでなんか言ったら君を思うとか、うんうんうん、始まりの日とか書いてるし、うん、なんかそういう2人のおテーマにした歌詞って結構もう書いてる、ね、いろんな曲を書いてて、うん、なんかあ、これをなんか超えなきゃいけないみたいな、勝手にやっぱ新曲出すたびにハードルがどんどん上がってて、うん、なんか納得いかんのと、このことは昔にも言った気がするみたいなそうそう、やっぱ10年やってると私この話前もしたなみたいなことあるから、うん、っていうので書けなくて全然、うん、でガモン行って、あ、もっとなんか自分たちのなんか今回はイエスハッピーの2人っていうよりかもさやかと心の話みたいなテーマにしようって考え直してかけたんですけど、うん、これはビッグキャット間に合わんぞみたいなオケ流すだけになる可能性もあったんでよかったです、そう、フジムも頑張ってくれたし、ね、あのかなり忙しいドラムの神戸くんと AB のベースのケケさんも生演奏でやってくれてて、ね、でイヤーピのビッグキャットに間に合わすためにって作ってくれたんで、うん、本当に間に合ってよかったです、よかったです、でめっちゃ感動したわ、確かに、うんうん、か急ピッチで書いたから慌ただしくて、うんうん、こうそこまでこう歌詞の自分で書いてるけど気持ち入り込んで歌えるかと心配だった、短期間だったから、その、うん、できてからが、うん、めちゃくちゃ入り込んでたわいい顔してたもん、いい顔してた、配信見たら何年も歌った曲みたいな顔して歌ってたあとは、うん、私は新曲のキャンディーボーイ、あー、よかったですね、キャンディーボーイね、うん、
振り付けのモロ先生がビッグキャットのリハにも来てくれて、うん、その花道の使い方とか、去年はもう本当に当日ミケガに、じゃあここで私ら出るからもう後ろついてきてぐらいの演出しかできなかったんですよ、うん、ベストフレンドのバックダンサー。今回はもう前もってリハーサルもして、うん、当日モール先生がそのビッグキャットで、あ、メンバーもうちょっとこっち寄ってとか、うん、イヤハピ見えないからもうちょっとこういう立ち位置にしてみたいな、うん、あれなんか良かったね。良かったね。アイドルの。わかるわかる。でかいステージの。ちょっと忘れずできたとこにまで感動した。ちゃんと移動できたわ。と思って。当日言われたことできちゃったな。私ら、めっちゃポンコツやん。もう。失敗する前提の。あ、普通のとこ行っちゃったっていう。あの人、あ、ずっとダンサーとかぶってるわっていう可能性あったもんね。あったから、ね。私もやるぞと思った。やりかねんぞこのいきなり立ち位置変わったらと思ったけど、いやそうそう楽しかったね。そうでなんか花道も先にミケが出てくれて、うん、そこをこうラップしながら歩いたりとか、ねうん、なんか本当に花道があるからこその演出ができたのも嬉しかったし、今年はまあ研修生もさらに増えて、うん、みんなが思ったよりこう萎縮せず楽しそうにやってるの、うん、後で映像で見てめっちゃいいじゃんと思って、うん、めっちゃカンパニーだったわ。ねえよかったね。なんか自分がその10年前こんなになってと思ってなかったけど、うん、ちゃんと後輩ができて、うん、こう後輩たち連れて一個のライブできたことにまたなんかちょっとステップアップというか、うんうん、いいなんかこうコーナーだったなと思って、うん、もっともっとすごい嬉しかったです、うん、またね次みんなに何してもらうかとかね、そうそう、どんどんやっぱさ、うん、ハードル上がるよね、うん、上がるよね、バックダンサーできたからとか、うん、あと私もう一個あのめっちゃみんながツイッターに書いてくれてたのが、ラストサマーからポラロイドに行く時の顔めちゃくちゃ嬉しそうやめっちゃ笑ってる来たよって音かかって嬉しくて絵にこぼれてたわ。絵にこぼれてた、うん、なんか今回そのつなぎとかも、うん、あのリハーサルフジムと一緒にして、うん、こうもうちょっと余韻引っ張ろうとか、あ、割と間を大事にしたじゃん、うんうんうん、今までだったら次々にこう何が来るかわからんみたいなテンポ感で、うん、繋いでたんですけど、今回はちょっと余韻多めで、うん、しっかり作ってやったので、うん、なんかそれも大きいステージ映えするなと思って、うんうんうん、後で配信見て嬉しかった。思った私も。でバンドですよ。いやバンドね。どうやったバンドコーナー？リンゴちゃん。いやバンド。いやそうなの。あれさ、あの一人書いてくれてる人いた。書いてきた人いた。嬉しかったよ。あのスターティー見れたって言ってね。そう。うん、今回10周年記念メドレーをバンドの皆さんが一緒に作ってくれて、うん、そのきっかけどうする？うん、私が。あのミュージックスタートって言っても普通だなと思って、今回は心さんがねあの伝説のツイキャスで急にスターティーンって言って音かけたっていう、うん、あのネタを引っ張ってきまして、りんごちゃんスタートで再現しましたね。ねえあれ楽しかったし、うん、この曲入れたすぎて、うん、もう本当に入りきなかったんですよ、うん、1時間45分に、うん、でそれを相談したらバンドメンバーがじゃあもうメドレーもう一回しようって言ってくれて、そのアレンジかなり今回、いや本当にね皆さんがアイディア出してくれて、そうこっちとこっちとどっちがいいかなってなったりとか、めっちゃそのメドレーにめっちゃリハの時間かけたよね、うん、かけたかけた、今までで一番。私ご自慢のつなぎが、うん、これあのすごい思いついた時、うわめっちゃいいって自分で思ったんですけど、うんうん、ラブ&ピースのイントロが早くなってって、うん、恋の方程式に変わってるっていう、うんうんうん、あれはなんか恋の方程式にこっからできますかみたいな言ったら、バンドメンバーの皆さんがあじゃあテンポ上げて、うん、そっから恋の方程式のイントロに行こうみたいな、すごいすごい、ね、ミュージシャンってすごい、うん、ねえ、ね、どこが好きやったメドレー、メドレーどこが好きやったかな、やっぱでもナイトクルージングで皆さんが楽器演奏順番に、うんま、でね間でしてるのめっちゃかっこよかったなと思った。そうみんな絶対思ってたでしょ、うん、今回は感想を倍の長さでやって、、うん、ギターとベースドラムでこう交互にこう、うん、バトルみたいな、うん、あって、今回はそのあんまりバンドメンバーを紹介する暇がなかったから、うん、好きがそうだからもう演奏で見せてもらおうっていうことになって、うん、リハでね何回も、うん、この組み合わせがいいかなって、そうめっちゃバンドしてたよね。バンドしてたし、なんか皆さんが弾いてくれてるだけなんだけど、私たちがなんかどうやってた、そうそうそうこっちみたいな、めちゃくちゃどうやった顔で指さしてるだけ。そうそうそう、であの照明さんとも仲いいんで、ロイドのタミさんが、うん、ねいつもやってくれてる照明さんなんで、うん、それも先に説明してて、もうリハでかっこよすぎて、うん、かっこよかった、さすがもう分かってくれてると思って、うん、だからもう PA さんも照明さんも女子バコちゃんがあのいつもお世話になってる人をね、うん、こう呼んでくれたので、うん、いつもの気持ちでできた、ステージのスタッフさんも、そうだね緊張せんかったね、でさきちゃんもいてくれて、うん、でマリちゃんですよ、マリちゃん、マリちゃん動画やってくれてたのみんな気づいてた、マリちゃんってさ
ほんとプロでさ、うん、すごいあんだけ普段オーラあるのにあのオーラを消してたね。消してたよ。すごいと思う。さやちゃん本当に私のこと言わなくていいからって念をされたからステージから言うなって可愛い危なと思ってね、何回かグッとこらえたんですよ、うん、でマリちゃん優しいのが、私マリちゃんの撮る写真好きなんだって言ったら、うん、そのリハでじゃあマリ写真撮りながら動画撮るねって、もうすごいじゃん、うん、すごい。でリハから写真を本気で撮ってくれて、かなりいい写真も撮れてるので、かっこよかったね。どっかで皆さんに披露したいなと思ってるんですけど、本当もうこの10年活動して、うん、マリちゃんはもう私らいなくてはならない存在なので、うん、嬉しかった。お母さんからお花まで届いてさ届いてたよね。で、あの祝い花いろんな方からいただいたんですけど、うん、最後オチみたいにさ、カノアヤカとジュジュハートのお花が並んでバーって見た、最後の最後のオチにジュジュハートが使われてて、分かってるなと思って、すごくない？友達のお母さんから花届くって、うん、なかなかないと思うんですけど、お花ねくださった皆さんも、ね、はい、見に来てくださった関係者の皆さんも本当にありがとうございました。まあ、10周年じゃあ迎えて、もう今日かなり喋ったんで、はい、うん、皆さんにこう一言ずつ言って終わりますか。そうですね、本当あっという間の10年だったんですけど、うん、あのどんな時もね皆さんが支えてくださったので、今イエハピまだ活動できてます。11年目もよろしくお願いします。はい、あの今回の10周年ライブは、うんうん、なんか本当に涙、まあ泣いたんですけどこうしんみりよかったねっていう感じじゃなく、うんうんうん、なんかめっちゃ明るく自分たちらしくできたのもなんかちょっと嬉しくて、うんうん、なんか通過点だなという気持ちにそれで慣れて、うん、すごい明るく10周年を迎えて、また11年目のスタートが切れたので、これからもね応援してくれてる皆さんとかね、こう支えてくれてる周りの皆さんと頑張ってやっていきたいなと思ってますので、11年目もよろしくお願いします。お願いします。ということで今日はツアーの振り返りをいたしました、はい、あのアーカイブもねちょっと音声トラブルあったんですけど、うん、またねあのアップし直して、うん、あのすごい6日目でミラスカ動画チームが素敵な配信をしてくれましたので、アーカイブねあの2週間見れるので、うん、ぜひぜひよかったら皆さん今日のラジオを聞いて、うん、気になった方はそちらのライブの模様もぜひチェックしてみてください、はい、ということで今夜もありがとうございました。おやすみなさい。